リコです。はい、この女の子は僕たちの妹だから、あれ僕たちのヒロたちの妹って言ってください。はい、そして今日紹介するの、僕たちは今日おやつ、僕たちのおやつを紹介します。はい、2つあります。1つ目はドロップキャンディーのアイスと、ポピンクキャンディーのパッションフルーツとコーラです。はい、早速アイスを食べていきましょう。はい、はい、だけどその前に今日買ったアイスの場所はこの袋に書いてある名前です。はい、早速食べていきましょう。あなたメロン、はい、はい、中身はこんな感じです。見えますか？2つ取れちゃっています。私が食べてみたいのはこのパイナップルです。僕はメロンです。妹は、なんかね、あのオレンジを食べたい。なんでオレンジ？なんでオレンジ？ほらダメ。はい、僕が選んだメロンはこういう感じです。なんでオレンジです？私はパイナップルです。はい、早速食べていきましょう。いただきます。うん、うん、おいしい。おいしい。美味しいです。ごちそうさまでした。そして僕からの感想は、あの本当のメロンの味がすっごく、すっごく口にきて美味しかったです。私のパイナップルの味の感想は、とっても美味しかったし、本物のパイナップルの味がして、とってもすごとっても美味しかったです。はい、今度はこのポッピングキャンディーのお菓子を食べていきたいと思います。はい、早速開けていきます。袋を開けました。そして中に入っている袋の感じはこういう感じです。じゃあ今からこれを開けていきましょう。じゃあ、あ、やばい。はい、食べ終わったので今度は交代します、はい、今度僕はコーラを食べます。私は今度パッションフルーツを食べます。なんか美味しいし、ドゥッドゥドゥッドゥドゥン。おー、あ、おーってるんだよ。ごちそうさまでした。僕からのこれを食べての感想は、あのパチパチして口が痛いけどすっごく美味しかったです。私は、ものすごいなんかパチパチしてるけど、なんか美味しくて、なんかそんなに酸っぱくはないけど、とってもなんかパチパチしてて美味しかったです。はい、これでこの動画を終わりにしていきたいと思います。この動画が面白いと思った人は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバイ。